私。なのに、私は傍観者気取り。何やってんのかしら。リカ。私が舞台に上がらなければ奇跡は起きない。何度もそのような決意をして打ち砕かれてきたのです。それでもなのですか。二度とない幸運と二度とない結末。この世界でダメならもう諦めるわ。これが最後のチャンスよ。私は戦う。たとえ死ぬとしても自分の世界は自分で幕を下ろしたい。リカ、せいぜい祈ってちょうだい。私が昭和58年の運命に勝てること。虐待の事実を里子が認めればよいのですね。僕が里子に助けを求めるよう説得します。